の3日目の朝です。今ね朝の5時、またみんな寝てるんですけど、コーヒーがね止まってる階の自動販売機が売り切れになってるんで、仕方ないのでコンビニへ行こうと思って。あ、でもここにもしかしたら売ってるかも。あ、売ってるね。これでいいか。しかしですね、昨日は一日中 USJ で子供たち連れて、まあ、遊んだわけなんですけれど、めちゃくちゃくたびれました。見てください、これ見える？サロンパス、サロンパス、これももうね、体中にサロンパスを貼って、でもねこれ貼ってキューピーコアゴールドみたいなの飲んだら割と朝ね、もう体軽いじゃんみたいなね、そんな朝です。でこれからですね、 YouTube のちょっと編集をやっちゃおうかなと。さあ今日はあいにくの雨です。そして、朝ごはんはスターバックスへ行ってきます。さあ今日は名古屋で、名古屋に向かって爆走していきます。ここから2時間、また半の旅です。行ってみます。小休憩、名古屋まであと1時間ぐらいです。よし、さあ名古屋到着しました。めっちゃ遠かった、2時間半。やっぱりこれちょっと今ね、名古屋駅前のこれ地下の駐車場に来たんですけれど、味仙のねちょっと台湾ラーメンを食べに行こうと思います。よし行くぞ。さあ味仙はこの奥です。やべえ、味仙が発見できない。よし、発見した、発見、到着到着。さあメニューはこんな感じです。でこれ久しぶりの台湾ラーメン、これいきます。はい、味仙めっちゃくちゃ美味しかったです。名古屋一発目の名古屋飯、美味しかった。はい、さあ今栄駅に向かってます。さあ目的地はウェルビー栄、名古屋の聖地サウナ、もう完全にサウナの聖地巡りにもはやなってきているんですけれど、行ってみたいと思います。ここも茶道で紹介されてた撮影現場になったところです。名古屋ももう何回も来てるんだけれど、車でこうやって走ってみると全くさっぱりどこ走ってるのか分かんないっていう。さあもう着きますよ。さあサウナの聖地の通りに、ここまっすぐ行くと到着するみたい。目的地は左側です。じゃじゃん、左の先っちょにブルーの、きっとあれでしょう、サウナ。やべえ、街のど真ん中にあるんだこれ。ねえ、やべえな、空いてればいいな。来ました、サウナウェルビー。チカチカできるかな。目的地は左側です。やば、お疲れ様でした。ここだわ、いいよ。へ、お、じゃあ今このまんまもう傘いらないかな。あ、いいよ、後でここに来るね、また。わかった、じゃあ1時間半後ぐらいね。じゃあねー。オッケー、じゃあねー、センキュー。あ、危ない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 。センキュー、センキュー。さあ到着しました。行ってみます。いや最高でした。ウェルビー。何がすごいって、サウナはね2つで、そんなにだからでっかい感じじゃないんですけど、いやアイスサウナがすごかった。これちょっと1回お部屋で。でね、なんとウェルビーの裏側がホテルでした。今日はここです。ビール買おう。何がすごいってやっぱりあの氷のサウナ、あれがもう最高だった。周り全部雪になってて、でその中に水風呂があるのよ。
マジねやばい。最初はマジでやばいと思って、本当にやばい、超心臓止まるかもしれないと思ったんだけど、これがもう最高。マジでね、あれがあるのとないのとでもう全然違うね。しかもね、その隣に森のサウナっていうちっちゃいさ、ロウリュのサウナがあるんだけど、そこがさ、初めて嗅ぐ、本当に森のなんか匂いがするの。すごいわあれ。いいよマジで、マジで半端じゃなかった。しかも入って送ってもらったじゃん。でその入ってもう5分後ぐらいに高温サウナで担当の人がさ、ロウリュやりに来てくれて、でそれはオレンジの香りのロウリュで、いやマジ最高だった。整った整った。あのね、やっぱ2時間のがいいわやっぱ1時間2時間ぐらいあったのがゆっくりできるわ。マジ最高、本当に。値段は1650円で昨日と一緒だね。マジ最高。サウナハットはね買うのやめた、残念。 YouTube 完了。